皆さんこんにちは。本日はイタリア南部に位置するアルベロベッロに来ております。今回訪れる世界遺産はアルベロベッロのトゥルッリになります。この世界遺産はトゥルッリと呼ばれる伝統家屋群が世界遺産に登録されています。トゥルッリの特徴は白い壁と円錐形のとんがり屋根になります。このような独特な構造になった理由は諸説ありますが、16世紀のスペイン統治時代に農民が農政から逃れるためにこのような形になったと言われています。そしてアルベロベッロには現在も1000以上のトゥルッリが残っており、ここで生活を営む人も多くいます。それではアルベロベッロの街を歩きながら伝統家屋のトゥルッリを見て回りたいと思います。独特な景観の中を歩いていると、まるでおとぎの国に迷い込んだような錯覚になります。この家は現在お土産屋さんとして利用されています。ちょうど上を見るととんがり屋根の内側が見て取れます。とんがり屋根を上から見ると綺麗に沈みがされていることがわかります。上から見るとわかりやすいですが、トゥルッリは一つの部屋に一つの屋根がついています。そしてその部屋が集まり、一つの一軒家として成り立っています。とんがり屋根のてっぺんに注目すると、家によって装飾が異なることがわかります。これはピナクルと言われ、このトゥルッリを建てた職人さんのシンボルになっているそうです。目の前に見えてきた家の屋根には月やハートのような絵が描かれています。この絵が描かれている理由も諸説ありますが、一説によると宗教的なものとされています。そしてこちらはトゥルッリの形をした教会になります。先ほど歩いたエリアが主に観光客が多く訪れ、お土産屋さんなどが多く立ち並んでいます。一方こちらは居住エリアとなっており、閑静な住宅街の雰囲気が漂っています。はい、いかがでしたでしょうか。このトゥルッリと呼ばれる見た目が不思議な伝統家屋のあるアルベロベッロは、日本の白川郷と姉妹提携都市を結んでいます。石積みの技術の継承や保存上の課題もあるそうですが、石灰岩の広がる土壌を生かした可愛らしい伝統家屋のトゥルッリが